おはようございます。おはよう。いや社長、まるでもってるやん。テイク2やから。まるでもってるやん。ごめん、あの音声さんが、はい、オンにして渡してくれたけど、はい、俺それをオンにしようってオフにしてやっててんさ。オンになってるなってないと思ってね。一語一句同じやつやってさ。まるでもってるやん。せっかくボケ考えたからさ。いやまあまあ、おはよう。いやいいんですけど、せっかく自分でやり直してるのに自分で通してるから。そうそうそう、よろしくお願いします。いやお願いします。爽やかな朝で。雲一つない。ワクワク山形旅。僕たちがいるのは飯豊町。飯豊連峰と朝日連峰がつながる緑豊かな町で、一年を通して大自然を楽しめます。一年を通してってのはまあ大げさかもしれない。大げさじゃないんです。そして今回のテーマは春の絶景アクティビティということで、アクティビティ、ほら、はい、アクティビティですよ。俺やってもたわ。え、何ですか。ちょっとこれアクティビティの格好。確かに山登んの。いや、山とどうなの。あのね、一応書いてるのは、何？飯豊町にある白川湖ってあるじゃないですか。うん、はいはいはい、白川湖では春に雪解けの水が流れ込み、うん、この時期だけ見れる、絶景があるんですと。これは有名ですよ。有名なもんでございます。本当にね、首都圏の人びっくりすると思う。はい。それをですね、うん、眺めに行こうということでございまして、うん、白川湖の方に向かいたいと思いますと。はいはいはい。白川湖。はい。この手の子駅から車でおよそ20分ぐらいかかると。じゃあそこ集合でいいんじゃない。そこ集合じゃない。何をしてんねん。ねえ、俺、カヌー乗るでしょ。はい。この服大丈夫かな。カヌーに適してるかどうかで言ったら不適切な。ちょっとね、格好ですね。失敗したなと思って。はい。一回山形持ってもらっていいですか。いやいや、やめてもらっていいですか。もうそんな時間取れない。これや、 あれやすごいわ。すごいやろ。あらすげえわ。こんなにすごかった。あ、もう目の前あれね。これすごい光景やな。やっぱり着きましたから、うんうん、こちら。あ、ほら、おはようございます。おはようございます。何度も我々お世話になったことあります。そうそう、堀江さんでございます。ご参加してます。お願いいたします。この時期来ましたね、はい、水没林。そもそもなんですけど、はい、水没林っていうのはどういったものを言うんですか。大量の雪解け水がですね、この春の一時期だけ湖に流れ込むことで、はい、水位が一気に上がりまして、はい、木が水の中から生えているような、そういった光景が広がるんです。私たちのこのエリアはですね、はい、白柳という種類の木が大変多く生息しているんですけれども、はい、この木は非常に水にも雪にも寒さにも強い木なので、うん、水没している期間2ヶ月以上ある。非常らないですか。そうなんです。非常に過酷な環境にも耐えて、はい、毎年成長を続けてます。でも俺ら20年腐ってないからね。別に向こうも多分それぐらい生きてますよ。年月でいいんだ。いや状況が違うもん。20年売れてないんだから。向こうも20年使ってますから。本当。そうです。そうです。俺らが売れてる気がする。いや売れてるってね。有名なだけ。今からカヌーと体験させていただきたいななんて思ったんですけど、ええ、水辺のもんじゃないですか、ええ、こういう格好で。ああ、だいぶ立派な格好で。激高なんですよこれ。濡らしたくなくて。濡れたら切れそうなんです。いや切れそうでね。大丈夫です。私たちですね、はい、そういうお客様にも、ズボン、はい、カッパのズボンをご用意しておりますので。まだ切れそう。こ、ですね、はい。これを履いていただくと、はい、一生懸命パドル漕いでもですね、濡れずに。水没のカヌー体験させてもらうということで。そうですね。やっぱあれカヌーから見る景色は。うん、違いますか。陸から見る水没林もとても綺麗なんですけれども、ね、うん、綺麗だなと思ったんだけど、はい、よりご自身がこのカヌーで、うん、この水没林の中に入っていくというならではか。とても、気持ちがいい体験できると思います。それならもう何よりで、やっぱりこの時に来ないと体験できないってことですもんね。どこで着替え出してんの。どこで着替え出してんのお前。これ履きたいですよ。気持ちいいですね、この水に浮いてる感じね。そうですね、まさに春の陽気ですね。いやほんまやで、すごいな。ポカポカ。それではですね、はい、いよいよここから水没林の中にご案内したいと思います、はい、今私たちの目の前に見えてきたのが、はい、この白川湖の中でも一番大きな水没林です。あ、ここ。
はい、この中に私たち、入っていきたいと思います。中に、はい、ゼロ G の中にですね。マジっすか、危険じゃない？大丈夫です。ではここから左の方に入っていきます。この間に、わあ、すげえ。すごいな、これ外国みたい。うわー、これ冒険だ、冒険、冒険よ。さあ冒険だ、やれ。いや、知らんねん、何それ。和田アキ子さんのポンキッキーズなんです。あ、ちょっと怖い。うわ、これ水に沈んでる木っていうのもなかなか冒険感あるな。すごいわ、空中をね、飛んでるみたいなね。すごい、ほら、かっけー。すげえ、アマゾンだ、アマゾン。これ今水面何メーターぐらいなんですか、この木。はい、水深はですね、大体3メーター。え、そんなんそう、怖っ。すげえ。先ほど、まあ、どれぐらいのこの水深があるんですかと、怖いよ、いう少し質問がありました。はい、せっかく今日、皆さんに来ていただいて、はい、天気もいいのでですね、うん、ちょっと私確かめてきたいと思います。確かめてくる？嘘やろ。いやいやいや、ちょっと冗談です。何をしてるやろ。心配するやろ。大事にさ、命は。びっくりしたよ、本当に。、はい、この2メートル以上あるパドルをですね、はいはいはい、この水の中についてみますと、どうでしょうか。うわ、ほんまにすごいわ。全く下にはつきません。ついてないんですか。はい、2メーターだ。そんな水多いのや。やはり3メートルから5メートルぐらい、ね、怖いね。すごいっすね。あるのかなと思います。こちらご覧ください。え、木に穴が開いているの、お分かりですか。木に穴です。はい、はい、これ実はキツツキの巣穴です。え、今いてはるの、キツツキ。はい、あ、いました。嘘やでしょ。私の種の中に。あ、なんだ、傷つき、そんなやつなんだ。はい、へぇ。こんなサカゲラくんがですね、はい、まあ、ここの木に、おそらく、何年か前ですけれども、あ、昔のお家、はい、へぇ、いたんだ、コンコンやって、コンコンと、はい、今はこの時期だけ水位が上がっているので、はい、私たちが手が届くところは、が見えます。これ通いたくなりますね、確かに四季折々で。そうですね、これがあと2週間後には周りの山、全部雪が溶けてですね、はい、水没林全体が、芽吹いて、とてもこう綺麗な新緑になっていくわけですね。新緑に覆われます。あ、ええー、わー、それおもしろいな、カヌー。ええー、なー、いいね、町。いいね。パドルこいだ時の水の音もめちゃめちゃいいっすね。ねえ。癒されますね。ねえ、癒される音やわ。さあ、今ですね、はい、お二人、どこの上をカヌーしてるか分かりますか？え、普通にその水の。これはやっぱね、ちょっと水面にも、水中にも、なんかいるの？注目していただいて。なんか沈、あれ、なんか沈んでる。駐車場やね、多分これ。ブロックやね。駐車場なの？これだって車輪止め？実はこれはですね、はい、はい、駐車場ではなく橋です。え、あ、ここか。橋が沈んでます。え、こんな細いんですか、橋？今も現役で使ってる橋がこの時期だけ毎年水の中に沈んじゃうと。沈む。じゃあこれも。あと2ヶ月後すると出てくるってことですか？出てきます。6月以降はですね、また遊歩道、森の中を散策するための、川を渡る橋として使っている。この時期だけ、水に沈む橋。だいぶ湖の中央付近までやってきましたけれども、はいはい、あちらご覧ください。わー、すげえ。はい、真っ白い雪山、飯豊山です。飯豊山、はい、やろ、あれ、やんな。いや、ほんまに合成やん。わ、この水面に映る感じすごいっすね。いいですね。すごいわ、これ空を水面で見れるというね。これは今シーズンだけです。水没林見ながら雪山見れるって。そうですね、ねえ、これはいい時に来ましたね、最高。今日は非常にコンディションも良くですね。ありがとうございます。ありがとうございます、ね。
今日はですね、はい、特別に、はい、古城のカフェご用意しました。うわっ、マジっすか、すげー。何ですって？古城のカフェタイムです。古城のカフェ、あ、嬉しい。マジで、ありがとうございます。うわ、なんだこれ、地元の、お菓子屋さんの大福と、はい、お出ししたお飲み物ですね、はい、飯豊町の出たいい出会いというコクワティだね。コクワティです。これうまいのよ、これは贅沢やわ。これなん、はい、ずんだの大福です。いただきます。うん、すげー、うわ、美味しい。美味しいですか？いいお味。ずんだ美味しいね。おかわり。今お出しした、はい、地元の紅茶やお菓子はですね、はい、通常のカヌーツアーではご提供してないんですけれども、うん、朝の特別な、早朝プレミアムプランという、コースでは、古城でのカフェタイムで。これは朝だけなんだ。朝だけでも行ったね。早起き三問やね、これ。確かにね、徳屋は朝5時に。ちょっとやめとこうか。早すぎた。堀江さん、このカヌーの改めて魅力ってどういうところにありますか？そうですね、意外と初めての方でも、はい、すぐに慣れてですね、うん、楽しく漕いでいただけるのではないかなと思うんです。でそれに加えてこの白川湖水没林はですね、はい、木と木の間を、自分が漕ぐカヌーで、くぐり抜けるという。木と木の間行くのが楽しいんですよ。すごい、あれ、ほんまに。あ、ぶつかるとかこう言いながらね、言いながら。そうそうそう。こう幸せやなと思う時ってどういう時あります？そうですね、まあ、普段の生活の中でも、自然を身近に感じられること、うん、四季の変化、季節の変化を感じられるっていうのが一番幸せですね。ありがとうございました、堀江さん。お疲れ様でした。最高。なんか意外と怖くなかったです。あ、でもしてたしね。でも本当に気軽に楽しめるアクティビティですよね。そうやな、楽しかったんやけどね。はい、ちょっとだけこれ袖濡れたから切れそうなのよ。すごいな、細かい。マジで。いや、マジであれへんがな。こんな大自然の豊かなところでギスギスのやめてください。いや、すごかったですね。そうですよ、最高でございました。これだから本当に今の時期だけですし、はい、絶対見た方がいいですしね、ぜひぜひ足を運んで皆さんも来ていただきたいと思いますよ、本当にね、うん、お願いいたします、はい、お前個人に言うてるみたいになってる。応援団に聞いてるみたいになってる。そうですね、そうそう、はい。沖多摩地域では5月から7月に戦国時代のお城跡をガイドと巡るウォーキング企画、花かける伊達な城下ウォークを開催します。詳しくは観光情報サイト沖多摩 JP をご確認ください。